になっちゃうんですけども、はい、ということでね、あ、ちょ、戻っちゃったら変わってる。アマコさん、課金してジュエル4000個所持したのは初めてと。すごいな、4000個って。よく、そんな用意できるな。あ、ピョンさん、さっきブーブーって言ったの変わってんじゃん。小賀さん、いつも楽しく見てますと。いや、ありがとうございます、ほんと。さっきブーブーってあったんでね、ちょっと困ったんですけど。ありがとうございます、ほんとにね。クラゲさん、とりあえず、まあ、結婚式は、まあ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 、身内だけのね、披露パーティーでもいいんですけど、そしたらクラゲさんがちょっとね、多分かわいそうなんで、まあちょっと盛大にあげようかな。結婚式はね。うん。次、リッキーさんかな ?RIIKK さん。フォロー、ありがとうございます。さあ、始めよう。私たちのデートを、と。これは誰に向かって言ってるもんなんでしょうかね。僕ですか?わからんな、誰に言ってるか。俺に向かって言ってないでしょうけど、まあ俺に向かったと仮定して話しますよ。どこに行きましょうかね、デートって言ったらね。まあデートで定番なのはやっぱまあ映画館、カラオケ、あとは、なんでしょうね、池とか、山とか、森とかですよね。森かいいかもしれないですね、森。初デート森にしましょうかね。いろいろ虫とか多いけど、この時期ね。海、だって、初デート海って結構ハードル高いで、正直。だって、ちょっと興奮しちゃうもん、初デートの海は。いや、やっぱそこはね、やっぱ興奮、ドキドキしちゃうから、やっぱ森とかかな。森でやっぱキノコ栽培しましょうか、とりあえず、シャンピニオンをね。うん。次、しのすけさん。雫回収、いいなぁ。てか、雫多くないか、さっきから気づいたけど。めっちゃ多いよな。ついでに、ルーシー&エシリア、タコ、ヘビ回収、めっちゃ回収してるやん。回収しすぎでしょうよ。次、にゃみにゃむんさん。かずき、ジュールが1000個に達した途端、使ってしまったと。あー、やっぱなんか4桁になったら、もういい、大丈夫かって思って使っちゃうんですけど、あっという間になくなりますからね、正直。しずくかわいいなぁ、ほんとになぁ。ほんとかわいいわなぁ。次、小畑さん。フォロー、ありがとうございます。しいたけと。まあまあ、ちょっとこれのことでしょうね。そんなあなたには、はい、どこ?小畑さんね。逆から読んだら、とばこさんと。まあ、とばこさんと呼びましょうかね、じゃあ。さんとばこと呼ばさせてもらいます。次、バタコさんね。まあこんちゃということで、こんな感じですね。こんちゃっす。さあパーティーを始めようよ。だんだんでもビビーガガビーも似てきたでしょ、正直僕のね、ビビーガガビー。だんだん仕上がってきた感はありますよね。次、シュウさん。タイムマシンが手に入ったら、昨日に戻って自分を殴ると。タイムマシンってでもできんのかな。人間が考えることって大体できるって言いますけど、でもそうするとおかしなことになるんですよね。だってタイムマシンができてるなら、できるならもう、すでに未来から来てる人確認しないとおかしい話なんでね。まあでも俺、正直ね、あんまりこういうこと言うとね、かっこつけてると思われるんで言いたくないですけど、正直今までの人生ね、あんまり後悔してないんで、タイムマシン持ってきたと、もし乗ったとしてもね。あんまり殴るとこないかな、自分を。あんまないな。うん。と思います、多分ね。あんまり後悔する。まあ、後悔はあるけども、まあまあ良かったんじゃないと。うん。あの時があるから今があるみたいな感覚なんでね。だから結構、まあ俺も結構課金してますけど、白猫ね。まあ、別に後悔はほんとしてないというか、うん。だってその時楽しかった瞬間があったっていうのは間違いないんで、そう。まあ、お金はなくなってますよ、確実にね。お金はなくなってるし、正直この白猫やめたらそのお金は何も残らないけど、まあ、全然、その時楽しめてるわけだし、うん。で、こういうね、これを言うとあれなんですけど、白猫の多分この課金
のおかげでね、こう、課金を通してってわけじゃないですけど、結構ね、僕のことを知ってくれる人が多くなったっていうのも事実なんでね、課金、ガチャ動画で。そう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 。俺全然だから後悔何もしてないんですね、正直。次、のこたけさん。のこたけ、まあ、たけのこさんですね。ウーマンの件ですが、私は、メス、〇〇〇なので問題ないですと。ちょっと待って。メス〇〇〇って、この〇〇〇の、に何が入るのかちょっとごめん、見当がつかないけど、何メスゴリラかな、メスゴリラ、え、わかるみんな。メスの後に続く3文字の〇〇〇って。なんだろう、え、何かな、ちょっと怖いな、これ。しかも、なんか俺、のこたけさん絶対女じゃないでしょうよ。もう、なんか今までの発言からして、だってもう、この、のこたけっていうこの、たけのこって言ってる時点でもう女じゃないですよ、どう考えても。チンコだからね、のこたけさんの正体は。次、トニオさん。小菓子、変顔より爆死中の顔の方がウケると。いや、ダメですよ、それは。トニオさん。それは言わない約束ですよ、本当に。あの顔はな、正直、やろうと思ってやってる顔じゃないから、やれって言われてもできないですよね。どんな顔だっけ？なんかもう、呆然自失みたいな顔してますよね、正直。呆然自失って日本語合ってる？次、J アットマークしずくさん。しずく来たと。しかもビビも来てるからね。あ、これ読んだかな？リザクラさんかな？ハンカチの準備できました。一発ギャグどうぞと。いやいや、もうやめて、もう本当に。もうさ、あれはあれで終わらそうよ、あれはあれで。あの流れはあの流れでもう終わらそう。もう本当にいいじゃん。もう一発ギャグとかいいじゃん、もう。ねえ。なんでそれまたぶり返しちゃうかな、本当に。あれで終わらしときゃよかったのにさ。まあ、一発ギャグね。何かあるかな。結構今ちょっとリアルに困ってんですけど、一発ギャグね、結構まああるよ。そりゃ。あるよ。知りたい、そんな一発ギャグ。いや、いいよ、水桜さんね。もし俺がその一発ギャグをやって、まあ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 。どうせなら使ってもらいたいんで、これ教える伝授なんでね。そうそうそう。だから、まあ合コンとか。コンパとか、まあ、酒の席。こう、乾杯の挨拶の時とかにやると、まあまあ、間違いなく面白いですよっていうのを俺、教えるんで、だからせっかくなんでやってくださいね、本当に。そしたら、教える以上やってもらわないと困るんで、その覚悟はありますかっていうことを僕問いたいわけですよ。わかりますかね？俺、こんなことをこう、永遠と話して、まあ、逃げる気満々なんですけど、ちょっとわかるかな？ただでさえ、これパソコンに向かって、これ一人でこう喋ってるだけで結構、ネジ二つ三個ぐらい、ぶっ飛ばしてるわけなんで、これに加えて、さらにギャグをやるっていうのは、ちょ、想像してみんな。パソコンに向かってなんかこう、例えばね、ピッとかこうやるとするよね。まあ今やったけど、まあこんな感じのことやるよ。これ一人だからね、これ。部屋で。結構これね、まあまあすごいことやってますよ、正直ね。ちょっとこれ、もうとりあえずこれで終わっていい？今一発ギャグは、まあ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 、とりあえずさ、とりあえず忘れてみようか。とりあえず忘れてみようか。まあ今のはギャグというか変顔なんで、一発ギャグではないんですけど、なんなの一発ギャグってまず、わからんわ、その日本語が。次、餅の極みさん。チャゲマソフィー楽しみと。あー、確かにな、チャゲマソフィーな。でもよくソフィー4位に入ったよねっていうのが今でもやっぱ俺個人的な感想なんだよな。まあ、確かに、いいと思うけどね。ならアンナじゃないっていうのが、まあまあ俺の、ちょっと、ひいきしてる部分ですね、アンナを。次、まあ、チャゲマソフィー。でも俺、チャゲマも多分、よほどのことがない限りね、ぶん回す予定なんでね、本当に。よほどね、気に、デザインが全員が全員揃ってクソじゃなければ、まあ、回すでしょうね。まあ、男は全員いらないんですけど、とりあえず女の子狙いで回します、俺はね。
うん。次、これ、陣屋さんかな、陣足の陣かな、に、拓也、どかの矢、で、陣屋さんかな、名前を本名に変えてあったと。これ本名ってめちゃくちゃかっこいいな。えげつないかっこよさだろ、これ本名って。陣屋さんかな、ちょっと読み方がわかんないんでね、教えてもらえると助かるんですけど、陣屋さんかな、超かっこよくないこれ、名前。いいな、この名前。すごいな、これ本名って。やば、かっこいい。いや、マジでかっこいいよね、陣屋って。陣屋、読み方わかんないけど、この文字かっこいいな。いやーマジか。俺もカズキなんでね。まあ、俺もっていうか全然共通点はないんですけど。まあ、カズキってちょっと言いにくいんでね。滑舌が悪いんで僕、ただでさえ。正直ね、家業と作業が苦手なんで、自分の名前ほとんど言えないんですよ。というのもあってね。次、ピエさん。フォロー、ありがとうございます。ウォーイエと。お、あ、イリエさんですね。おいえ、あいえ、俺イリエのおいえですね。呼びなさい。ピエさんね。おいえってこれ、いいな。こんなんですよ。次、イオリマンさん。抹茶オレとアイス最高と。腹下して下痢気味。俺がね、今日ツイッターで、最近ね、めちゃくちゃ食ってるアイスがあって、それをツイッターでポーンとね、載せたんですよ、写真と一緒に。そしたら、イオリーマンさんが、真っ先に来てくれ、リプライして、リプライっていうのかな、ああいうのってわかんないけど、返信してくれて、ツイートで。うん、これ腹くらしたけど、すいませんね、ほんとに。抹茶折れた。いや、でもあれほんとうまいでしょ、あれほんとに。俺ね、アイス何個食っても、冷たいもの何食ってもね、俺腹下さないんですよね。チョココロネさん、安定のチョココロネさん来ましたね。そってことはそろそろホタルの光流れる頃かな。ネムイベント再登場と、不足ルーン集められて嬉しいと。俺もね、ネムイベントの施設ね、レベル43だったんで、ちょっと助かりましたね、本当に。よかった、本当に。キーさん、700フォローありがとうございますと。あ、これ読んだな。ゆかぺろぐっちょんさん、限定狙いで、白ヘビー様来た、縁起がいいから、さらに行くべきかと。どうでしょう、結構、際どいよな。縁起いいのかな、それ。戦慄のおさんさん、キャラ11連5回回して、ようやく星のキャラ1人で雫と。しんどいな、それ、爆死だな、それ結構。だから55回ってことでしょ、55回で星4一つ。あ、でも雫が当たってんじゃん。十分っすよ。それ、おっさん、マジで十分っす。マジで、うん。だって、雫って正直めちゃくちゃ当たりですからね、多分。次、キリンさん。ランク7と。コンビニへ GO と。まあ、何を買うんでしょうかね。わからないですけども。まあ、多分、Google カードでしょうけどね。次、エイブレカさん。フロリア来たと。フロリアね、ほんと強いからね、これ。ほんとに。次、ロカさんかな。ちょっと、毎度毎度読み方が分からなくて申し訳ないですけど。あ、いいなぁ、メイリンだ。これほんとかわいい。スタイル抜群だからな、これ。これ太ももやばいな、ほんと。太もも。俺ほんと自分でも思うけど、太ももしか見てないんですね、ほんとに。白猫の太ももは結構ずるいんだよな。みんな綺麗だもん、太もも、ほんとに。次、1K さん。あ、3500万ガチャ44連雫出ず、タコ2連続とかと。まあ、タコほんと引きたくないな、俺。いらないんだよな。次、1K さん。椎茸。俺でも未だにインフェルメナ欲しいからな、マジで。これ、おっぱいがほんとに。やばいな、インフェルメナこれ。進化にならしてくださいよ、ほんとに。なれるもんならさ。まあね、夜の進化になりますよ、僕はね。夜専門のね。次、アロマさん。ラララララーと。イサミ当たってるんですね。いいなぁ、みんな限定当たってんなぁ、おい。次、リクさん。おまけみたいに出たルーシーの楽しさが限定より限定だったと。ルーシー、俺、未だに結構普通に欲しいからな。ディスガイアに似てるから。まあ、喋り方好きじゃないんですけどね。何回も言うんですけどね。
え、次、シオンさん、動物園で檻に入れられたゴリラを見てどんな気持ちになりますかと。まあ別に何も思わないですけど、まあ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 、二パターンあったんですね、今。どっちで行こうかなと。何も思わないですけどか、まあ乗っかっていって、まあ同類なんでね、まあ僕の同胞なんで結構やっぱかわいそう、助けてあげたいっていう気持ちはありますよっていう二パターンで行こうとしたんですけどね、まあまあちょっと普通にストレートに行っちゃいましたね。でもね、あのゴリラちゃんたちね、別に嫌がってないからね、檻に入れられてもわからん。あの、なんでしょう。ちょっとまあもう、それはね、動物園最近行ってないからね、ちょっといまいちピンとこないですね。動物園でゴリラ。まあまあ、確かにちょっと窮屈そうだよな。そうそうそう。どんな気持ちに なりますかって言われてもね、別に何も思わない。正直何も思わないですよ。ここすいません、本当に。こればかりは本当にね。次、トラビスさん。新スキル、ジュエルチャージ。効果、コロプラが潤う。注意。まあ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 。まあまあ、いいんじゃないですか、それは。まあまあ、コロプラさんもやっぱりね、商売なんでね。課金してもらわないと運営できないんでね。やっぱ声優陣が結構豪華なんで、そうそうそう。うん。次、メルさん、小賀信者拡大してますと。熱心に、なお、布教活動中と。信者、いるんですかね、僕の信者なんて。いや、拡大してるんですかね、全然実感がないんですけど、正直ね、あんまりこう、結構ね、僕あんまり、おならとかね、ゲップとかね、ほんと、結構すごいこと言いまくるんで、あんまりね、こう、信者になっちゃうと変な目で見られるからね、あんまりおすすめはできないんですけどね。でもまあ嬉しいっすね。この辺でも読んだかな。アローさん、イサミの CV は鳥って意味、いや、わからんけど、ベスペリアの有利だよと。あ、そうなんだ、有利か。え、あ、俺もベスペリアやったことあるから。あ、そうなの。へえ。ICE さん、使用済み Google カードは、1、捨てる、2、保管、3、焦がし当て。あ、ごめん、ゲップ出た、また。焦がし当て。まあ、俺宛てにね、まあ、できればすいません、使用前のカードを送ってください、僕にね。使用済みはいらないんで、全然間に合ってますから。テンダーさん、焦がさんガチャ動画早と。まあまあまあ、ちょっと待ってください。ちょっと本当にね、まあガチャ動画はね、チャグマまで、まあまあこの後また一回回しますけどね。一回だけだよ。本当にね。まあ出しちゃいますよ、しずく。本当すいませんけどね。スザク。スザクさんね、ほら、あります。正しいことが幸せと限らないでしょ、と。いや、そりゃそうでしょ。まずね、世の中に正しいことって、何が正しくて正しくないかなんて分からないんですよね、正直。分からんから、そうそうそう。何をもって正しいというのかっていう、まあまあこれちょっとすいません、こういうね、哲学的な話し出すと結構止まらなくなっちゃうんで、やめときます。ミスター X、コンドームはつけましょうと。コガドーム開発してくださいと。あ、この前だからあれでしょ？もう死にますって言ってた人ですよね。HIV 感染しましたと。なんかこの感じだとなんか冗談っぽか、冗談かな？結構ね、俺あの後もずっと気になってたんですよ、本当に。いやいや、本当によかった。なんか冗談っぽくてよかったわ、なんか。いや、マジなのかな、本当。それだけ教えて、本当に。結構ね、真に受け止めてるんですよ、結構、マジで。
タオパイパイさん、小賀さんフォロワー1000突破記念ガチャ開催予定と。いや、まあそんな予定はないですね。そんな予定はないですよ。正直すいませんね。勝手にあの開催予定しないでくださいね、本当に。ゲドーマンさん、小賀さんの乗馬二頭筋と腹筋が見たいですと。なんでなんでそんな見たいの？俺嫌なんですよ。あんま肌見せたくないんだよね、結構基本。なんかね、色白いから、そう、色白いし、結構細いっていうので、あんま肌を見せたくないんでね。なんでしょうね。上腕二頭筋ってどこ？ここ？ここのこと？これのことかな？まあ別にいいけど、なんもないでしょ、正直。細いっすよ、俺。すいませんけど、結構細いんですよね。このまま、こんな感じですよ、正直。見えるかな？結構細いでしょう。嫌なんですよ、ほんと。で、腹筋はね、結構ギャランドゥがやばいんで、やめておきます。てか、腹筋、ギャランドゥーン見せたら、結構見せてもいいんですけど、まあ俺あんまりそんなね、腹筋も割れてる、正直まあ腹筋もね、正直12個に割れてるんで、見せたいのは山々なんですけど、ちょっと立つのがめんどくさいんでやめてきます。うん。へー、まあ今日はこんなとこですかね。四突ガチさん。小賀さんのキャラ真似で腹筋崩壊と。まあ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 。真似してるっていうか、まあなんか読んじゃうんですよね、まあ僕の真似は結構仕上がってるんでね、正直すいません、ほんと。ハイクオリティなんでね。これこそ小賀クオリティなんですよ、ほんとに。フレアさん、当たり前だぜって言ってる。この前俺リアムで当たりだぜを当たり前だぜって噛んだんですね。早速変えてきてくれてますね。静かとマーク、クリーンさん、星4総計のため武器ガチャの闇へと。まあ、本当にね、頑張ってください。本当きついからな。やらいさん、速さは変わらない。だがエレベーターのボタンを連打してしまうと。ああ、俺も。俺結構性格がせっかちなんでね、俺もやっちゃうんすよね、そういうこと結構ね。連打するな。何でもかんでも結構ね、ほんとせっかちというか無駄を省きたい性格なんで、無駄というか、本当にね、効率的に行きたい。まあ、まあ、その連打が結構無駄なんですけど。はい、ということで今回ね、この辺で終わりにしようかな。結構長くなっちゃったからね。あ、マヨパイムさん、フローリアでペアマッチと。いや、ペアマッチやりましょうよ、ほんと。でもまあ、俺が最近ツイッターで募集、そろそろツイッターで募集しようかな。でも遅番なんでね、結構深夜になっちゃうんで、マイパメさん起きてないでしょ、多分。わからんけど。まあ、今週の土日にでもやろうかな。レイさん、にらめっこ勝ったと油断してたら、おなら、追撃スキルで結局負け。まあ、追撃スキルっていうほどじゃない。人間なら誰でもやっちゃうんですけど。嘘、勝ったの、にらめっこ。嘘でしょ？嘘！いいですよ、そういう、ちょっと見え張んなくてさ。勝てるわけないんだから、俺とにらめっこやっても。次、彼女と高雪の白猫さん。小賀ちゃん、小賀さんちゃんと野菜食べてますか？お兄ちゃん心配ですと。いや、食べてます。俺結構野菜好きなんでね。俺肉好きじゃないんですよ。俺肉より魚派なんで。で、しかも野菜派なんで、結構こう見えてベジタリアンな人間なんでね。俺全然野菜食べますよ。マジで。背景皆様様。アットマーク群青と。かっこいいな、群青って。小勝ちまた鼻毛伸びてるよと。マジで？見える動画で、鼻毛。見える鼻毛。嘘。まあ、確かにね。すいません、職業柄鼻毛伸びるんですよ、マジで。こればかりはほんと職業柄なんですね。ルキさんかな？マンゲということでね。すごいな、このコメント欄。マンゲの3文字ってなかなか、えぐいだろう。すごいぶっ飛んでるよな。ただ俺は嫌いじゃないですけどね。ということで今回ね、この辺で終わろうかな。
何々さん、小賀師匠の雫一点狙い動画が楽しみですと。まあ、する予定ないんですけども。じゃあすいません、今からしますよ。しょうがない。そこまで言われたら俺もガチャ、まあ多分みんなが求めてるのはこういう短期じゃないと思うんですけど、まあね、ここで当てちゃえば、そんな動画撮らなくても済むということで、一発で当てます。すいませんね。雫ね。ダウンロード走んなかったけど、まあいけるやろ。ちょっと待って、青はやめようって。もう銀はやめようって、本当に。ちょっとなえるわな、それは。もう一回？もう一回？ちょっともう一回だけやっちゃっていい？すいません、本当これね、やっぱ青で終わるっていうのは一番ね、冷めるんですよね、俺、個人的に。よし、来た！ああ、やめかー。しんどいなぁ。いや、もうやめよう。もうこれ2回、もうやめよう。もうこれ、キリなくなるから、これ、本当に。ということでね、今回ね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。